今回は筋肉を大きくしたいなら実は意味ない筋トレ新常識5000について、科学的根拠をもとに分かりやすく解説をしていきます。どうも、健康でかっこいい体を作るノリフィットネスです。筋トレを始めたけど体が変わらない、本当に効果があるのか不安になる、どの情報が合っているのか分からない、このような経験したことないでしょうか。筋トレをしているのに結果が出ない人にはある共通点があるのです。筋トレやダイエットの科学的知見はここ数年でありえないスピードで成長し、論文の数も2000年から2024年で 6.8 倍も増えました。しかし現代では古い常識が一人歩きして SNS による伝言ゲームにより広まっています。この波に乗り遅れると筋トレの迷宮をさまようことになります。実は僕自身も SNS だけで情報を集め、間違ったやり方をした結果、6ヶ月間筋肉が全く増えず、むしろガリガリでポッコリお腹の体が完成しました。当時は YouTube でこんなに勉強してサプリも飲んでいるのになんでと、膝からが崩れ落ちるほど絶望しました。筋肉をつけるためには枝葉ではなくて本質的な内容と科学的根拠が大切なので、なんとなく実践しても結果が出にくいです。むしろ筋肉量が減ってしまい、努力の割に結果が出ないことにまでなってしまいます。しかし安心してください。今回の動画では2024年の最新科学で分かった新常識を学ぶことで、最短で理想の体を作ることができます。この動画は2年前に110万回再生された動画のさらに最先端の知識も加わった超完全版の動画になります。実際に僕はこれを意識し始めてから、家トレだけで体重58キロのガリガリの体から68キロまで増えて、モデルジャパンベストボディでは優勝準優勝することができました。さらに僕の直接指導を受けた生徒や累計440人が参加しているオンラインジムでも、3ヶ月で痩せながら筋肉を増やした岩山さんであったり、筋トレ初心者から家トレだけで3ヶ月で腹筋終わり、1年後筋肉量を増やした大輝さんであったり、家トレだけで筋肉量を増やすことに成功した鉄平さんであったり、トレーニング量を減らすようにアドバイスしたのにその後重量が爆伸びして筋肉量が増えている天翔さんなど、他にも数多くの方が成果を出したのは効果のある内容を長期間実践できたからです。筋肉がつかないのはあなたの努力が足りないのではなく、結果につながる努力の仕方を知らないからです。今後筋肉量を増やしていい体になりたい、夏には脱げる体になりたい、いい体になってモテるようになりたい、そう思う方はとても貴重なお話をしますので、保存して見返せるように高評価しておいてください。それでは本編に参りましょう。家トレダイエットのノリフィットネス、高評価よろしく。それでは実は意味ない筋トレ5選その1は、筋トレ歴が浅すぎてやめてしまう。実際にいろんな動画では筋トレ歴何年もある方が数ヶ月減量して劇的ビフォーアフターとしている場合が多く、初心者がそれを参考にすると挫折することになるので注意が必要です。結論からお話をすると、筋肥大を目視で確認できるまでに早くても3ヶ月から半年は必要になります。さらにこれには個人差が大きく、全く同じ筋トレを行っても同じように筋肥大は起こらず、筋肉のつきやすい人とつきにくい人は明確に存在します。実際に僕の1年目の変化がこちらです。僕の場合は半年間は無駄にしているのでなかなか変わってませんが、6ヶ月から1年でも筋肉量としてはそこまで劇的には増えていません。しかし4年かけて今ではかなり体も変わりました。では筋肉が見た目に分かるまでの期間について論文から目安を紹介します。2017年の研究では筋トレ初心者13名を対象に週2回の筋トレを4週間行いました。具体的にはショルダープレスとダンベルカールを行いました。その結果、筋肉の厚さを測定すると1ヶ月でプラス 0.24 センチの差となりました。1ヶ月で 0.24 センチ増えてもほとんど違いが分かる人はいないと思います。また2022年のレビューでは、筋トレを始めてすぐに筋肥大は起こっています。しかし初めは変化が小さく、見た目に分かるレベルになるには最低でも2ヶ月から半年は必要だと言われています。このように筋肉とは1ヶ月から2ヶ月での短期間で見た目に分かるほどの変化はなく、だいたい3ヶ月目で少し変わったかなと感じるようになり、半年後には結構変わったなと感じるようになります。確かに筋トレをすると乳酸などの代謝産物や水分がたまり、一時的に大きくなったと感じますが、実際には筋繊維の肥大はさほど起こっていません。つまり食事を数日間変えたり、ハードな筋トレを数日行っても急激に体が変わることはありません。コツコツ貯金していたら大金になるように、筋肉も少しずつ貯金していくことで大きな変化へとなります。また筋肥大には個人差があることを知っておきましょう。2005年のこちらの研究では585人の被験者を対象に12週間腕のトレーニングを行いました。その結果、このグラフの通り、被験者の上腕二頭筋は男性でも 20%、 女性で 18% 大きくなり、アームカールの1回あたりの重量は平均 54% 伸びました。このグラフを見てもらうと分かりますが、かなり大きな個人差があります。とてつもなく大きくなっていたり、筋力が伸びている人がいたり、その逆の方もおられます。この研究に参加したのはトレーニング習慣のない人たちでしたが、232人の被験者が 15-25% の筋肥大が起こり、10人は 40% も筋肥大を起こしました。逆に36人の被験者は 5% 未満しか肥大しませんでした。
筋力も同様にばらつきが大きいです。全く同じ筋トレや食事の管理をしてもこのように差が出てしまうのです。さらに2023年9月のメタ分析でも同じトレーニングを行っても大きく数値にばらつきがあります。この横に伸びている線はデータのばらつきを表しています。黒い点が平均値です。このように同じ筋トレをしたとしても結果は個人差が大きいということを知っておきましょう。もともと素材がいいイケメンに、俺は努力でイケメンになったんだ、不細工なのは努力が足りてないだけだって言われたら正直嫌ですよね。それと同じです。つまり筋肉の大きさイコール情報の信頼性ではないということです。実際にドーピングを使用して体を大きくしている人も中にはいますし、外れ値の方もいます。なので見た目に惑わされないことも大切です。大切なのは膨大な情報から真実を見極め、自分に合った方法を考えること。そのために必要なのが科学的根拠になります。例えば配当が同じで当たりやすい宝くじと外れやすい宝くじがあった時に、当たりやすい宝くじを選びたいと思います。万人に共通して効果が得られる可能性が高い平均値を出してくれているのが科学的根拠だとイメージすると分かりやすいと思います。とはいえ科学的根拠も盲信しないことも大切です。あくまで成功確率を上げる材料だと思いましょう。このように一般的に結果を出すためには科学的根拠を元にするのが一番結果につながりやすいです。つまり筋トレで比べるのは他人ではなく過去の自分です。腕が1センチでも大きくなれば成長です。ベンチプレスが5キロでも多く上げられるようになれば成長です。はじめは体の変化より重量の変化を重視する方がモチベーション維持には役立ちます。長くなったのでここまでをまとめると、ポイント1、筋肉が目視して分かるようになるまでは2ヶ月から半年が必要でした。ポイント2、また同じ筋トレをしても個人差が大きいので周りと比べず過去の自分と比べることも大切でした。それでは実は意味ない筋トレ5選その2は、食事は減らしすぎても増やしすぎても良くない。よく糖質制限をすると筋肉を残して痩せられる、筋肉をつけるためには初心者はとにかく食べまくればいいとか、タンパク質は体重 ×2g が最適など聞いたことはないでしょうか。これらの常識は古いかもしれません。結論からお話をすると、初心者は細かい栄養素を気にする前に全体のカロリー量と PFC バランスを最適化することが一番効果的です。また食事の量を減らしすぎることは推奨できません。僕も過度な食事制限をした結果、半年間筋肉は増えずガリガリの体になりましたが、過去一の失敗だったと思えるレベルです。なのでまずは適正なカロリー設定と PFC のバランスを最適化しましょう。そもそも PFC って何ですかって思った方もいると思います。P タンパク質、F 脂質、C 炭水化物、この3つのバランスを整えます。最新の2024年2月のレビューではこの3つのバランスを意識することが持久力と筋力の強化から効率的な筋肉の回復と成長の促進に至るまで、アスリートのトレーニングの様々な側面に影響を与えるとされています。まずは細かい内容よりこの3大栄養素だけ意識してみましょう。少ない労力で大きな効果を得ることができます。タンパク質は筋肉を作る材料に、脂質はホルモンを作る材料に、炭水化物は筋トレ時のエネルギーになり、それぞれのバランスが大切です。まずは筋肉を適切につけるために必要なカロリー選定からしていきましょう。基本的に筋肉は余剰カロリーを作ることで筋肥大を起こしやすくなります。理由は栄養があることでまず筋分解も抑えれます。さらに重量も伸ばすことができたり、回復までの期間が短くなったり、ホルモンバランスが最適化されて全体的に総負荷量が稼ぎやすくなることで筋合成率も高めることができるからです。痩せながら筋肉を増やす方法もありますが、少し条件も多く厳しいので今回は例外とします。そのため初心者はとにかく食べればいいとか、脂肪は増えてもいいからジャンクフードでもカロリーを稼げばいいなど聞いたことがないでしょうか。これは非常に危険です。どんなに食べても結局トレーニング量が同じであったり、短期間で脂肪が増えすぎると減量期間が長くなり、結局体が成長しないことになります。僕はとにかく限界まで食べた結果、脂肪が多く増えて筋肉が増えないという最悪の失敗をしました。筋肉の適応は少しずつしか起こらないのは6の項目でも解説した通りです。つまり少しの余剰カロリーを長く続けることが脂肪を増やさずに筋肉を増やす最適解です。実際に他の研究ではカロリー余剰量に比例して筋肥大は一貫して増えないとされており、過剰摂取が多すぎると筋トレ単体で得られる効果以上の筋肉増加が得られず、脂肪量が増加する場合があるとされています。ではどれぐらいの余剰カロリーが脂肪を増やさずに筋肥大をするスイートポイントなのでしょうか。それについて調べた最新の研究を紹介します。2023年12月のランダム化比較試験では、推定 15% の余剰カロリー、2、推定の 5% の余剰カロリー、3、現状維持のカロリーの3つのグループに分け、17人の被験者を対象にベンチプレス、スクワット等を行い、週に2回、8週間にわたって25回のトレーニングを行い、皮下脂肪圧や筋肉量や筋力の変化を分析しました。参加者は体重 1g あたり最低 1.8g のタンパク質、最低 20% の脂肪からエネルギーを摂取、そして最低 40% の炭水化物源からエネルギーを摂取することが求められました。
その結果、余剰カロリーがプラス 5% が一番筋肉も増えて脂肪が増えていませんでした。筋力の伸びはベンチプレスは推定 15% 余剰が一番伸びていましたが、皮下脂肪量も一番増えていました。スクワットについてはそれぞれのグループに優位差がありませんでした。筋肉量についてはどのグループにも優位差なく、同様に筋肥大していることから、多すぎる余剰カロリーは皮下脂肪だけ増やす可能性が指摘されています。面白いのは推定 5% の余剰が維持カロリーの人よりも皮下脂肪が増えていないという点です。これは食事の量が適切な量であったり、筋トレのパフォーマンスやホルモンバランスが良くなり、代謝が一番効率よく増えたためだと思われます。トレーニングが今回週に2回でしたが、週5回などの量が増えると余剰分により筋肉がより大きくなる可能性はあるとのことです。なので効率よく筋肉を増やすためには、理想的なカロリーとして維持カロリープラス 5% から上限 20% を目安にして、よりゆっくりと体重が増加するとともに筋トレの量や重量も伸ばせると良いです。具体的に維持カロリーが 2500kcal だとすると、2500×0.05 から 0.2 で 2625kcal から 3000kcal くらいを目安にできると良いです。1週間あたり体重 ×0.5% くらいの増加が理想です。60キロの人なら1週間で 0.3 の増加ぐらいが実は適正です。最初の1週間は水分で重たくなるのでカウントはせず、2週目からカウントを始めましょう。よく1ヶ月で体重10キロ増量した方法なども目にしますが、ほぼ脂肪と水分が増えているだけなので気をつけましょう。では1日のカロリーが決まったので、次は PFC バランスを選定します。それぞれ解説をします。タンパク質量は目的に応じて必要量が変わります。2018年のメタ分析によると、運動する人なら体重 ×1.6g と良いとされていますが、これは推定値です。例えば必要量とは、その摂取以下になると体の機能が維持できない欠乏状態を表す量。推定量とは平均の必要量として算出される、ある集団において測定された必要量に基づいて平均の推定値を出すことです。 50% の人が必要量を満たせるという数値なんです。この情報がかなり広まっていますが、大抵の人に当てはまるのは推奨量です。推奨量とは 97% から 98% が充足している量と言われているので、ほとんどの人がタンパク質の摂取基準を満たせているだろうという基準です。つまりこの研究の推奨量だと、体重 ×2.2g あると97% の人が十分であると言われています。まずは体重 ×2.2g を目安にすると良いでしょう。またタンパク質は一度に 50g を超えると、それ以上は吸収されないからこまめに摂取するべきと聞いたことがないでしょうか。実はこの常識も古く、1回に何グラム摂取するかより1日に必要な量を摂取できるかが重要になります。2023年12月に出た最新の論文では、男性36人を対象に全身のトレーニング後に 0g、25g、100g のプロテインを飲んでもらい、12時間のタンパク質代謝を評価しています。その結果、 25g より 100g 摂取した方が筋肉量が増えていました。また 100g 摂取しても通常と同じぐらい吸収されていました。 100g のような大量に摂取しても吸収されているということなんですね。とはいえこれは小規模研究なので、さらなる研究にも注目です。初心者は1日のトータルタンパク質量を意識しつつ、回数は細かく決めず、1食あたり最低 30g 以上のタンパク質が摂取できると筋肥大は最大化できると思います。 60kg の人なら 132g を1日で摂取できるようにしましょう。次に脂質です。全体の 20% になります。脂質の摂取により筋合成率を促進してくれます。分かりやすい研究だと、2017年の研究では、卵を卵白だけで食べるより全卵で食べた方が筋合成率が上がっていることが分かっています。ホルモンバランスも整ったり、脂溶性のビタミンの吸収率も上げてくれたり、オメガ3脂肪酸は筋合成や筋疲労の軽減にも役立つので、最低限 20% は摂取しましょう。残りは炭水化物に振り分けます。どうして炭水化物量が一番多いのかというと、炭水化物は車でいうガソリンの役目を果たしてくれるためです。質の高いトレーニング強度を維持するためには炭水化物の摂取は欠かせません。実際に糖質を減らしすぎると筋肥大に悪影響が出ることが分かっています。2023年の7月のレビューでは、食事の炭水化物制限がタンパク質の酸化を増加させ、それによって筋合成率を下げるとされています。また筋トレ時のパフォーマンス、また回復が低下するため、総負荷量も減ってしまいます。高強度の運動をする人は炭水化物を制限することを推奨されていません。僕もケトジェニックダイエットを何回かしましたが、あんまりいい反応はありませんでした。まずは特殊な方法より王道に PFC バランスを整えてみると、ほとんどの方には合うと思います。この流れで自分の中でカロリーを決めて、3大栄養素を振り分けてみてください。計算が合ってるか不安な方は、 LINE 特典のボディメイク完全攻略の中で自動計算ツールを配布しているので活用してみてください。ここまでをまとめると、1日の摂取カロリーは維持カロリーからプラス5から 20%、タンパク質は体重 ×2.2g、 脂質は全体の 20%、 残りが炭水化物のバランスが最適でした。それでは次に参りましょう。実は意味ない筋トレ5選、その3は実は意味ないサプリと筋分解。
筋分解を抑えるためには朝の栄養がない状態では EAA を飲みましょうなど聞いたことがないでしょうか。また逆に EAA や BCAA は全くの無駄であるという話も聞いたことがないでしょうか。実はどちらも科学的根拠がありません。このように0か100からの思考は危険です。それぞれのデメリットメリットを紹介します。まず寝ている時間は空腹になり、栄養がないから筋肉が分解される説について調べた2016年のメタ分析では、空腹時に運動をしても約6から16時間は筋肉は特別分解されなかったことが分かっています。適度に空腹を作るとオートファジーといって、古いタンパク質を再合成し始めたり、ミトコンドリアが活性化してエネルギーを作りやすくなったりもするので、連日して栄養が不足していなければ大きな問題はありません。つまり寝ている間の空腹の時間が空いたからといって筋分解をそこまで恐れなくても問題なく、大事なのは1日のタンパク質摂取量の方です。朝起きてすぐ EAA を飲む必要はなさそうです。そもそも人間の筋肉は毎日 2.8% は必ず分解されているので、そこを頑張って抑えるというより、トレーニング強度を上げて筋合成率を高めることを考えた方が効率的です。またタンパク質が不足しそうな時はプロテインで補給するのでも安価で同じ効果を得られます。そもそも EAA とは必須アミノ酸のことです。タンパク質が分解されるとこの必須アミノ酸になります。分解されたアミノ酸が肝臓で再合成されて初めて筋肉や皮膚や爪などで利用することができます。タンパク質分解には胃酸であるペプシンの働きが必要なので、分解過程を飛ばしている EAA は吸収が早いという理論です。なのでそもそもタンパク質がしっかりと取れている人はアミノ酸も十分摂取できているので、追加して EAA や BCAA を摂取する必要性はないかなと思います。ただしメリットもありまして、2024年1月のレビューでは BCAA サプリメントは筋損傷や筋肉痛を軽減して回復を早めてくれることが分かっています。ただこの研究もタンパク質量が足りている人が摂取することによる効果までは調べていないので、将来的にはより厳密に調査する必要があるとされています。現状安くて科学的根拠も強いサプリはプロテインとクレアチンくらいですので、初心者の方は不足したタンパク質を補うためにプロテインだけあれば十分かなと思います。もちろんプロテインも1日の摂取量以上摂取することによるメリットはないので、無駄遣いしないように気をつけてください。また広告などでよく見る筋肉がバキバキ、プロテインの何倍効果などには注意をしましょう。こんなことを言うと広告がつかなくなりそうなんですが、それより正しい知識を伝えることの方が大事でしょう。それでは次に参ります。実は意味ない筋トレ5選、その4は有酸素運動では筋肉は減らない。過去の研究では有酸素運動は筋肉を減らし、また筋合成率にも悪影響が出ると言われ続けてきました。僕も2年くらい前まではそう言ってました。しかし最新の研究では有酸素運動をしても筋肉が減らない方法が明らかになってきました。2022年の最新の有酸素運動と筋トレを同時にした時の影響を調べたメタ分析では、15件の研究から300人を対象に調べられました。その結果、自転車では筋トレに対する影響は少ないが、ランニングでは筋トレに対する負荷の影響があったと示されました。また2022年の11月の最新のメタ分析では、筋トレと高強度インターバルトレーニングヒートを同時に行っても筋肥大を妨げることなく心肺機能向上に役立つために有効だと示されています。さらにこの研究も進み、2023年3月のメタ分析では筋トレと有酸素運動はヒートを両方しても筋肥大効果に影響が出ないとしています。ただし筋トレと有酸素運動を連続でやったり交互にやる場合は筋トレ単体に比べて悪影響がありました。また2024年1月のメタ分析ではヒートと筋トレの同時実施は有効な影響があるとされています。しかしサイクリングヒートを行うと大腿四頭筋の疲労がたまり、その後の足トレなどの実施時に悪影響が出る可能性を示唆しています。なので悪影響を抑えるためにランニング式のヒートが良いとされています。まあ、個人的にはね、ヒートは心拍数を上げれれば何でもいいのでバービージャンプで問題ないかなと思っています。ヒートは心臓のトレーニングなので、筋トレ量が増えてくると心肺機能が強くなったことで後半もバテずに粘れるようになるのが大きな利点だと思います。筋トレはミトコンドリアの質を高めてくれて、有酸素運動はミトコンドリアの量を増やしてくれるので、どちらもバランスよくできるといいですね。これらの研究から実践に落とし込むと、ヒート4分は30分程度の有酸素運動、バイクは特に有効であれば筋肥大への悪影響は抑えれそうです。実際にやってみて筋トレの総負荷量が減るくらい疲労感があるときは、優先的にヒートは有酸素運動の量を減らせるといいかなと思います。日常で歩く量が多いときも有酸素運動の量は減らせるといいかなと思います。またそもそも有酸素運動が嫌いで痩せたいと思ってない人は筋トレだけでも十分だと思います。今の自分のライフスタイルや目的に合わせてうまく取り入れていきましょう。それでは次に参ります。実は意味ない筋トレ5選、その後は筋肉痛は筋肥大に関係なく悪影響にもなる。これまでは過去の常識では筋肉痛が来ないと筋トレの効果がないと言われてきました。先日頑張ったのに筋肉痛が来なくて不安に思ったことがある人も多いと思います。また筋肉痛があるときは筋トレをしてはいけないとも言われてきました。しかし結論からお話をすると、筋肉痛と筋肥大に相関関係はなく、筋肉痛がある状態で筋トレをしても問題なく筋肉が成長します。
厳密に言えば筋肉痛でも週あたりの総負荷量が一定なら筋肉痛があっても筋肥大効果に違いはありません。むしろ筋肉痛が激しくくることで筋トレのパフォーマンスを下げた結果、総負荷量が減る原因にもなり悪影響にもなります。2023年のレビューでは筋肉痛は筋肥大を誘発するために必要な刺激とは考えられていないと言われています。この研究の中でも紹介されていた詳しい研究を紹介します。2016年のサンパウロ大学の研究では10人の男性を対象にレッグプレスとレッグエクステンションを10週間週2回合計19回実施しました。定期的に筋肉の組織を採取して10週間の変化を調べました。その結果、1週目ほど筋肉の損傷が大きく、3週目には減っています。しかし、同じように筋肥大は起こっています。つまり筋肉痛と筋肥大に相関関係が見られていなかったという結論がつけられています。ただし、筋タンパク質の合成は筋肉痛が多かった1週目の24から48時間で優位に高くはなっていたが、実際の筋肥大とは関係がなかったようです。これは筋肉の負傷に生じた損傷タンパク質の修復によって筋タンパク質の合成率が高まっているだけで筋肥大とは関係ないのではと言われています。この研究を見てみると筋トレに慣れてきて筋肉痛が少なくなってきた時の方が筋肉は成長しています。というのもトレーニングは自発的な疲労まで行われているので3週目になってから総負荷量が多くなっていることが大きな要因であると考えられています。ただし筋肉痛での筋トレは注意が必要で、筋肉痛が激しければ激しいほど最低48時間の間は筋力が 23% ほど低下することもこの研究では指摘しています。逆に筋肉痛が少なくなると 2-6% の減少にとどまっているので、筋肉痛がない方が筋トレのパフォーマンスが上がる傾向があるんですね。また2006年の研究では51人の被験者を対象にして半分は筋肉痛が治るまで休息を取り、もう半分は筋肉痛の状態のまま次の筋トレを行いました。筋肉痛の時に筋トレをするとどうなるのかみたいな研究はこの研究しかなかったので古いですが参考になると思います。その結果グループ間に有意差はなく、筋肉痛で筋トレを行っても筋肉の損傷は悪化せずに回復を遅らせないことが分かっています。また2007年の研究では筋肉痛のありなしに関係なく筋肥大が起こるとされています。でも筋肉痛が来ないと対象筋に効いているか不安だと思う方もいると思いますが、痛みイコール筋肉に負荷が乗っているっていうわけでもなさそうなんですね。実際に2007年の研究では筋肉の損傷は痛みと実際には相関関係がないことが示されています。この実験では電気的刺激と筋トレを比較した結果、電気的刺激の方が筋繊維の損傷が起こっています。また慣れていない動きほど筋肉痛が起こりやすいことも分かっています。つまり筋繊維の損傷と感じる痛みの間に実際の関係がないんですね。初心者の時に筋肉痛が来なくて大丈夫かなと心配になることも多いと思います。特に肩の筋肉などは筋肉痛が来ないので、先日の筋トレは無駄だったのかと不安に思うこともあったかもしれません。しかし適切に筋肉に対して総負荷量を稼げているのであれば、筋肉痛関係なしに筋肉は成長していきます。痛みがないからといって筋肉が炎症を起こして成長しないというわけではありません。同様に筋肉痛があるからといって良いトレーニングができたわけではないので注意が必要ですね。これは可動域のポイントでもあった感覚イコール筋肥大とは実際とは違うという内容とも一致しています。とここまで解説してきましたが、まだまだね新しい知見がね紹介しきれていません。他にも続きが見たいっていう方はコメントか高評価を押して教えてください。最後に頑張るあなたへメッセージです。生まれてからずっとデブでダイエットに関しては桜木花道並みのリバウンド王でした。さらに4年前までの僕はうつ病で人生どん底でした。しかも当時は万年デブだったので自分が太っていいという認識すらない超ヤバい状態でした。しかしそこから運よく結婚式のタイミングでダイエットを開始しました。YouTube で学んでるし、これだけ頑張れば結果も出るでしょうなんて甘く考えていました。しかし現実は6ヶ月後変化なくて絶望しました。やっぱりそうじゃん、もともとデブだしかっこいい体なんて慣れっこない。当時の自分は自分の才能なさを恨みました。しかしそんなどん底だった僕もある一冊の書籍に出会い、考え方がガラリと変わり結果も出るようになりました。人生を変えてくれた一冊と言っても過言ではない。当時の僕がこの一冊の本を読んで人生が変わったように、今後僕の動画を見て人生を変えられる人を一人でも多く増やしたい。そしてまた本質的な内容を広める人や仲間を増やしたい。このいい連鎖を起こしたいと思って配信も始めました。今ではチャンネル登録者 15.5 万人の方にも登録していただき、自分の会社を起業し、たくさんの方の体を変える手伝いができています。この動画を見て自分も体を変えたいと思い、これから頑張りたいと思う方へ、
LINE に登録するだけで、本当は有料のボディメイク完全攻略の動画を無料配布しています。この一歩に僕がこの5年間毎日知識に投資したり、実践して分かったこと、指導して分かったこと、全てのノウハウをまとめました。この更新の一本だけ見れば OK という内容になっていますので、非公開になる前に受け取っておいてください。このチャンネルでは科学的根拠から初心者が家トレでもダイエットや筋トレで結果を出す最適な方法を配信しています。見逃す前にチャンネル登録よろしくお願いします。高評価も励みになっております。最後までご視聴ありがとうございました。